はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ？皆さんもサムネイルを見て驚愕したかもしれませんが、本日の授業では JAXA が開発中の月面小型ロボットを解説します。そして、その形状が男なら誰もが作ったことのある、ウォルターガンダムと酷似している点について詳しく分析していきます。果たしてどっちが先にパクったのか、非常に気になりますね。宇宙についてもっと勉強したい人は、宇宙開発チャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。それではまず、月面小型ロボットを月まで輸送するアイスペースの着陸ミッション、ハクト R を紹介します。まず、アイスペースは月面ローバーやランダーをはじめ、月の資源を活用した宇宙インフラを構築する事業で、2010年に設立されました。皆さんも CM で見たことがあるかもしれませんが、Google による月面無人探査レースに月面ローバーのハクトで挑戦しました。しかし、インドのロケット調達に失敗し、2018年にプロジェクトは中止となりました。しかし、その後も民間月面探査プログラムのハクト R として、月探査ミッションに向けた開発を行っています。ハクト R は、アイスペースが独自のランダーとローバーを開発して、2022年に月面着陸と2023年に月面探査の2回のミッションを行います。スペース X のファルコン9ロケットを使用し、それぞれ打ち上げを行う予定です。2022年に打ち上げる月面着陸船は M1 ランダーと呼ばれています。JAXA もスリムと呼ばれる月着陸機を開発し、2022年の打ち上げを目指していますが、もし M1 ランダーが先に月面着陸に成功すれば、日本初の月面着陸船ということになります。着陸予定地点は、夢の湖、という意味を持つ、ラクス、ソムニオルム。M1 ランダーの上部には約 30kg のペイロードの搭載が可能で、コーポレートパートナーである日本特殊東洋の全固体電池や、科学探査または実証試験用の機器を月に運ぶ計画となっています。ハクトのクラウドファンディング支援者名を刻印したパネルも月面に届ける予定です。2021年7月には M1 ランダーの試験モデルの組み立てが完了したとのことです。その試験モデルを用いて行われた試験は3つで、機械的に振動を与える装置を用いて衝撃や振動を行う振動試験。打ち上げ時の衝撃や機械的な振動と、空気抵抗による振動で破損が発生しないか確認する音響試験。そして、宇宙環境及び月面での体制を確認するため、直径8メートルのチャンバーの中を真空にし、ヒーターで加温する熱真空試験です。そして、これらの環境試験は全て順調に完了したとのことです。今後は実際に宇宙に打ち上げる、高さ約 2.3 メートルのフライトモデルの組み立てを、ドイツのアリアングループの施設で本格的に進めるとのことです。宇宙へ輸送するペイロードの組み立てと統合は2021年末までに完了する予定で、フライトモデルの最終試験は2022年初めに行われる予定。最終試験後、M1 ランダーは打ち上げ地であるアメリカのフロリダに輸送され、2022年後半にファルコン9ロケットにより月へと打ち上げられます。M1 ランダーに続く M2 ランダーでは、月面着陸と搭載したローバーでの月面探査を2023年に目指します。目的は、初回と同様に、月の探索と地球と月間の輸送サービス構築に向けた技術検証です。M2 ランダーで運ぶペイロードや、パートナー企業も引き続き募集しているとのことです。あなたも応募してみては？ちなみに2024年には3回目のミッションでアメリカより大きな着陸機を開発する予定とのことです。将来的には、2040年まで2000人が暮らす街を月面に建設するという壮大なビジョン、ムーンバレー2040を描いています。今から楽しみですね。そんな M1 ランダーを開発しているアイスペースは2021年5月、JAXA が開発した小型月面ロボットを M1 ランダーで月まで輸送する契約を締結しました。JAXA の月面ロボットは直径約 80mm で、タカラトミー、ソニーグループ、同志社大学と共同で開発。月面に着陸後は、走行用の形状に変形します。変形型月面ロボットは、タカラトミー及び同志社大学の有する筐体の小型化技術、ソニーの有する制御技術、そして JAXA の有する宇宙環境下での開発技術、知見を活かした、過酷な月面環境で稼働可能な超小型、超軽量の自走型ロボットです。このロボットは月面を撮影したり、砂の動きを調べたりするとのことです。
なお、今回のミッションで取得するデータは、JAXA がトヨタと共同で研究を進めているルナクルーザーの自動運転技術や走行技術の設計精度向上に使用される予定とのことです。ルナクルーザーが走行する月面は、地球と比べて重力が6分の1であり、またレゴリスに覆われた路面など、地上とは異なる特殊な環境です。ルナクルーザーの自動運転技術及び走行技術の詳細検討に向けて、月面において画像データなどを取得する必要があると判断したと考えられます。そして本需要の最も重要な部分である、あるモビルスーツとの関連についてご説明します。そう、誰でも一度はプラモデルを組み立てたことのある、機動武闘電 G ガンダムに登場するデビルガンダム四天王の一機、ウォルターガンダム、です。今更視聴者の皆様にウォルターガンダムのご説明をしても野暮かもしれませんが、ウォルターガンダムは3本足の歩行形態と手足を収納したボール型形態に変形可能です。口が大きく開き、鋭い牙であるウォルターファングで相手に噛みつきます。クローに内蔵されたビーム砲のウォルターテンタクルはビームを連射可能です。デビルガンダム細胞から蘇生されており、水中戦を得意とします。つまり何が言いたいかというと、最強ということです。しかし、そんなウォルターガンダムがランタオ島に出現した際には、外部からバーサーカーシステムで静養しているにもかかわらず、激戦の末にレイン・ミカムラの登場するライジングガンダムにより撃破されてしまいます。本当に無念でした。子供ながらに涙したことを今でも覚えています。そして本題に戻りますが、JAXA が開発した月面小型ロボットとウォルターガンダム、どう見ても一致してませんか？果たして、JAXA が開発するときにウォルターガンダムをパクったのか、それとも惑星探査に最適な究極的な形状がウォルターガンダムであるのか、様々な理由が考えられます。ただ一つ確実に言えることは、ウォルターガンダムは世代を超えて愛され、地球をも超えて月にまでたどり着く尊い存在ということです。あなたは、この奇妙な完全なる一致について、どのように思われますか？それでは、本日の授業はここまで。本日は JAXA が開発中の月面小型ロボットと、ウォルターガンダムが完全に一致している件について検証してきました。そして、2022年に月面着陸が予定されているアイスペースのハクトアールも楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。